全然いい。さあ続きまして、はい、本日のハードレスキュー隊ですね。何気に人気急上昇中、うん、本人はどこでですかって言ってましたがワンちゃんや猫ちゃんに関する、ね、疑問難問ズバッとお答えしちゃいますよ、はい、今夜も豊福先生のにゃんたってワンダフル診療所会員です。イエーイ。さあさあ、北区のイケメンイクメン獣医師、西ヶ原ローズ動物病院の院長豊福武先生、悩める飼い主様のハートをレスキューしちゃいます。お電話つながってるかな、呼んでみましょうね。先生、豊福先生、はい、こんばんは。こんばんは。お待たせいたしました。今日もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、いつも自己紹介ありがとうございます。何回も言いましょうね。はい、さて、今夜のご相談は船橋市のふうママさんからメールいただいてます。うん、先生も聞いてくださいね。うん、先生、ルーディさん、みちなさん、こんばんは。こんばんは。ね、狂犬病の予防接種の時期になりました。我が家のふうちゃんは今年で13歳のミックスの女の子です。うん、年相応になんか心臓も悪くなってしまって、うん、お注射が最近少し心配なんですって。狂犬病予防接種は何歳まで受ければ良いのでしょうかというご質問でした。ふーちゃん13歳ってことはよ、うん、人間の年に換算すると結構もう還暦超えて65歳とか、おばあちゃん、おばあちゃんよね、うん、結構いい、ね、いいお年になってる感じなんですけど、はい、先生、狂犬病ってね、よくあの私たちも聞く、もちろん病気の名前なんですけれども、すごく怖い病気だっていうことは皆さん分かってると思うんですが、うん、あの簡単にちょっとご説明をしていただいていいですか。はい、狂犬病というのが、狂犬病ウイルスによって、まあ、感染する病気で、うん、あの犬だけだとは思われがちなんですけれど、まあ、実はあの人間も、まあ、全ての哺乳類に感染する、ね、まあ、とても怖い病気なんですね。そうなの。うん、で、狂犬病にかかった犬に噛まれると、まあ、感染するんですけれど、うん、その発症してしまうと有効な治療法がないので、うん、ほぼ 100% なくなってしまうと、死んでしまうというのが怖いところなんですね。あ、怖い。そうなんだよ。うん、なんかこうね、毎年毎年決まり事でみんな何気なくあの注射してたりするんですけど、実はすごく怖い病気、人にも感染する病気ですからね、なんですよね、先生ね。そうなんです。はい、なので狂犬病の予防接種に関しては、うん、まあ、その犬の登録とともに、まあ、が、まあ、基本的に飼い主さんの義務として、うん、あの法律で決められているので、うん、まあ、まん延防止のためにも年に一度は、きちんとあの接種していただければと思います。うん、なるほどね。わかりました。はい、承知しました。はい、あの他にもあの狂犬病の予防注射を行うと、はい、まあ、予防接種しましたよということを証明する、まあ、注射済み表というものが発行されるんですね。はい、あとあの犬の登録をするともらえる犬観察、うん、と合わせて必ずワンちゃんの首輪とかハーネスに、うん、まあ、つけておいていかないといけないということになってますね。うん、結構ね、その観察とかね、注射済み表がないと、うん、あの遊びに行って入れないカフェとかね、ドッグランとかって最近増えましたよね、先生ね。そうですね、うん、今、まあ、狂犬病のワンちゃん自体はあまりも見かけないというか、うん、まあ、日本にはないと。ないです、ないです。うん、あの必要ないんじゃないかなと思う患者様が、まあ、いらっしゃると思うんですけれど、はい、まあ、逆にしっかり法律で義務付けをして予防しているからこそ、まあ、感染がないとも言えるのかなと。なるほどね。ね、はい、なのでワンちゃんのためってことはもちろんのことなんですけど、うん、家族ですね、そしてあの、まあ、社会ですね、コミュニティを、まあ、しっかり守るために、まあ、その必要なあの注射ということになりますね。うん、確かに確かに。はい、これからちょうど季節なんですよね、先生ね。そうですね、うん、あの大体、まあ、うちもそうなんですけども、うん、まあ、狂犬病予防法には4月から6月の間に打ってくださいと。法律でそうなっていますね。はい、はい、で、まあ、詳しくは、まあ、基本的には動物病院で聞いていただければと思うんですけれど、うん、まあ、その地域によってはあの公園とか集会所とかで集合注射もあの行っている場合もあるので、はいはいはい、やってますね。はい、あのインターネットとかで調べていただければと思います。うん、なるほど、よくわかりました。はい、でね、先生、最後にもう一つなんですけど、はい、ふーちゃんだいぶ、ね、お年もとって、あの先生ご専門ですけど、心臓も、ね、悪いようなワンちゃんの場合って、うん、これどうしたらいいんですかね。そう、これがですね、うん、ちょっと難しい
になってくるんですけれど、うんまあ、その狂犬病予防接種に関しては法律で決められていることなので、うんまあ、その高齢であっても元気で病気がなければ打った方が良いと思うんですね、うん、でそれはその病気になると逆に打てなくなってしまうと、うん、そういうことで感染のリスクが増えてしまうということなんです。なので、まあ、その年を取っていても打てる時までしっかりと打っていただいて、しっかり免疫、病気に対する免疫を作っておくことがまあ重要になってくると思います、うん、なんですけども、その今回のふーちゃんみたいにその持病があるとですね、はい、ワクチンを打つストレスで病気が悪化することもあるんですよね。逆にね、はい、なので、まあ、そこは主治医と相談していただいて、もし接種が難しい場合は有用証明書というものを発行していただくことができますね。あ、なのでそれを病院で、あ、はい、あ、でその有用証明書をあの保健所に届け出を、まあ、クリーン事務所でいい場合もあるんですけど、届け出をしていただければと、うん、というところなので、まあ、重要なのは、まあ、その獣医師としっかりその相談をしていただいて、そのワンちゃん、飼い主さん、そしてまあそのワンちゃんを飼ってない人も含むんですけど、周りの人たちに対するリスクというものをしっかり考えていただいた上で、その有用の申請をしていただければと思います。なるほどね、はい、ね、打たないことでやっぱりねリスクもあるわけですからね。病気かかっちゃうかもしれないかもね、はい、まあ、うちの子はね打たなくても大丈夫でしょみたいな軽い気持ちでね、うん、あのいては愛犬を守れませんってことですよね先生。そうなんです、ね、大事なことですね、はい、今はね狂犬病がないからということで、うん、これからもずっとないということは、ね、言えないので、はい、しっかり予防していただければと思います。いや確かにね、埼玉市のふーママさん、ありがとうございました、ね、ふーちゃんの病気のことも心配なのでぜひかかりつけの獣医さんとご相談をしていただいて、そうです、ね、進めていただきたいと思います、はい、うちも来週行こうかな、うんね、春だからね、そうですね先生お願いします、はい、さあ豊福先生、今夜もありがとうございました。ありがとうございました、ね、しっかりレスキュー、はい、難しい、法律も絡むようなお話だったんで、うん、はい、はい、お役に立てれば嬉しいですね。立ちましたありがとうございました。クリスタルズーランドハートレスキュー隊第2回目は豊福先生のニャンタッチワンダフル診療所生中継でお届けしました。はい、先生ありがとうございます。はい、それでは失礼します。